それで先ほどですね、三木義さんが生活の芸術家っていう、うん、生活は芸術そのものであると、そう言われたんですね。で、芸術といえば皆さんも美しい、美っていう言葉を思い出しますよね。でもう一つ、私たちは真善美っていう言葉遣いも使いますよね。真なるもの、善なるもの、美なるものと。でこれも多分ニーズ、人間が生活者のために必要な能力だと思うんですけれども、真善美の中でですよ、真なる能力、真理を追求する能力とか善なる価値を追求する能力、これ相当努力しないと身につかないですよね。ところがその中で美に関してはですね、視覚的、視覚で誰もがこれは美しいっていうことを直感的に判断できる能力を持ってるんですね。これどうでしょう。あの感動の部分ですか。感動の部分、そしてそこから真とか善につなげていったらいいんですけど、そういう教育を音楽の教育とかね、美術の教育とかスポーツの教育で誰も教わってないんじゃないですかね、教えてないんじゃないですかね。そこをとっても大切だと思うんです。っていうのは、私たちはこういう真善美なら真善美、美なら美の世界にですね、みんなその人なりのポテンシャル、可能性っていうのを持ってるわけですよね。でも小中高の時間にですよ、あと音楽下手ね、あそうか俺やっぱり下手だと、あんた楽器弾けないの、あそれもダメだあんたなんでそっくり書けないのって言われると、あ俺は絵はダメだって、走るとですよ、お前遅いなって言われると、あこれもダメだと。もうみんな幼稚園の時には何か将来にやりたいこと、なりたい、こんなにたくさんあったのが、学年が進むごとにダメだ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 で、どん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 自分のですね持っている可能性っていうのを捨てちゃうんですよね。もう本当にそうですよ。で私社会学の授業を始める時にね、まず最初に自己像を書いてくださいっていうんです。自己像っていうのはセルフイメージですね。自分が自分をどう思うか、そうするとたくさん書き出します、うん、自分は理数は増えてだったとかですね、自分は社交性がないとかですね、で自分が論理的な思考がないっていうふうにもうたくさん書き出すんですね。それでその根拠は何って聞くと、母親から言われたとか、小さい時に先生から言われたとか、つまり周囲からラベルを貼られてるわけです。成長過程にあなたはねもう本当に意志が弱いねとかね、やっぱりあなたは文系なんだよねとかですね、早い時期からいろんなこうラベルを貼っていくでしょう。そうするとそれを自己像の一部にこう内面化していくんですね。あ、自分はこうなんだっていうふうに自己像の中に組み込んでいくんですね。つまり根拠は周囲の人たちから言われたっていうことなんです。そして人生の幕が上がったばかりの22、3歳の学生がもうだいたい自分はこんな人間であるという非常に肯定した自己像を持ってるんです。ですからこの自己像を崩すことから始めなきゃいけないんですね。何の根拠もないんだと。であとまだ60何年平均寿命で言えば60年近く生きるんですよ。でそこで耕されるっていうものあるでしょ。それともう一つ学生で気にかかることは、能力を生かしたいとは言うんですけれどもね、能力を育てたいとは言わないんですね。だから例えば卑近な例で言えば就職活動を始めますでしょ。そうすると能力を生かす場がいいわって言うんですね。その能力っていうのはすごく狭く考えていて、例えば英検何級取ったとかね、プログラミングができるっていうような非常に限定した能力なんですね。でそうじゃないんだ、能力っていうのはここにあるもんではなくて、引き出し、
育てられるもんだっていうことをいつも学生に言ってるんです。ですから能力っていうのは生かすではなくって育む、育てると、こういうふうに発想を転換しないとねっていうことを言ってるんですけれども、私同じことだと思うんですよね、うん、ですから、うん、みんな可能性あるんです。全ての分野に可能性があるんです。そしてその可能性に気づかせるにはやはりエクセレントっていう言葉、どう訳したらですけど、エクセレントな経験をどれだけ積ませるかと、うん、母親であれ教師であれ、そうするとエクセレントな感動する経験をするとですよ、それが非常にそれを身につける意欲になって習慣に現れるわけですよね。エクセレントな経験を何回もすることによって習慣になると。でそれが習慣が身につけばですよ、実際の活動にそれが反映するわけですね。かつて余暇開発センターというところがですね、いろんなことができるかできないかと、スポーツ、芸術、文学、ボランティア、いろんなことをこう挙げてね、そしてできるできない、それに関連する用具、意識、持っているかで、持ってる人が物によってものすごく高いんですよ。と全員が初級、中級、上級というと初級止まりなんです。物はみんな所有してて全部初級止まりでそれで物余りになってて、あなた浮気ねと言われながら、またさっきの欲しいっていうことと必要っていうことが、必要になる前にまた欲しいものに目移りしちゃうんですよ。だから社会的な価値基準でうまい下手って、これと別なんですよね。個人的価値基準でできるできないっていうのは、で我々は個人的価値基準でできるできないっていうことがいかに私たちの生活を豊かにするかっていう、そのことを忘れちゃってるんじゃないかと思うんですね、うん、そうですよね。私ちょっと生活者っていう言葉をどなたも一度も聞いたことがないっていうのは本当だったんだろうかと、いまだにちょっと疑問なんですけれども、本当に聞いたことない、ない。先ほど三木清さんの話でですね、農事、野良仕事って、うちの田舎では山形では野良仕事って言うんですけど、野良仕事の大切さって話されましたよね。で、ある哲学者がですよ、お医者さんと学校の教師と、それから農事は農事に共通するものがあると言われてるんですよ。この3つはとても大切なことだと言われてるんです。何だと思いますか？お医者さんも教師も農民って言ってもいいし、農事もですね、自然と人間が関わってより立派な自然を開花させることと、ね、それらの人々が人間と、それらの世界と関わってより立派な自然を開花させることっていう、そう言われてみるとそうですよね。人生80年、人生50年か80年って長いんですけど、しかし全体から見れば人生80年だって点みたいな存在でしかないんですね、永遠の時の中では。しかしその80年を質的に高めると、客観的な暦の70万時間ですね、70万時間何倍も質的に増やすことができると。ところが今現代人っていうのは、ああすればよかった、こうすればよかった、過去に皆さんもそうかもしれません、あの時ああすればよかったと後悔すると、で現在についてはダメねっていうことでいつも不満を述べると、
で将来に対してももうダメだと、日本はもうダメだということで絶望すると、過去に不満をリグレット、後悔を感じて現在に不満を述べて将来に絶望すれば、この80年というのは意味がないですよね。過去を回想する、現在を活用する、で将来に希望を抱くとなると、やっぱこれが生活者の時間との関わり方かなっていう、これも人間が人間の自然性を取り戻すとっても大切なことで、何かずっと生活文化の研究と教育を携わりながらですね、あまりにも人口の方のを見すぎてて、この自然の方から離れてしまったと、これが一つです。それからもう一つ、今日の話を伺いながら僕は、20年前の女性たち、50年前の女性たち、100年前の女性たちに比べれば、法的には随分と恵まれた立場に今あると思うんですよね。皆さんがものすごく平等を獲得してきたと思うんです。じゃあその獲得してきた平等の機会をどれだけ使いこなしているか、個人にとって、社会にとって、国家にとって、世界にとって使いこなしているか、何かこの辺のところが今日ジェンダーを超えて、女性も生活者の立場、男性も生活者の立場っていうのは、やはり人間と社会の関係までね、もう一度その有機的につながる、そういう主体っていうか、そういう生き方に持っていかないと、社会が良くなければ、絶対国家が良くなければ、世界が良くなければ、自分の生活だって危ういと思うんですね。また次の世代も危ういと。で今日お話を伺った中で、ぜひ今度男性の方の立場から、生活者の主体は女性だということについてですよ、ぜひ社会的な関わり方、今までと違う、そのサブで関わるんじゃなくて、中心で生活者が社会と関わると、そこのところはやはり政治、民主主義、そことやっぱりリンクしてこないと、関係してこないと、いけないのではないかなと。ただ単に面白おかしいっていうことではあっていけないし、レジャーや教養も社会をの民主主義を担保するものだっていうふうに思っていただきたいなっていう、そういうことをちょっと感じてたんですね。じゃあ今日もう時間参りましたので、今日このくらいにして、またの機会にお会いしたいと思います。ありがとうございます。